楽しいですよ、やっぱり。感動して涙するとか、そういうこともあるんですか？青木 VS ひろゆき、演劇に対して論破対決。人が努力してる感とか、空気が見れるの全員だけじゃないですか。こんばんは、ひろゆきさん、青木さん、曲がり角の彼女というドラマも見てました。青木さん、ドラマに今後も出られるのでしょうか？はい、もちろん、演じていただきたいと思いますよ。はい。演技って楽しいんですか？じゃあ、その演劇も含めて。うわぁ、楽しいですよ、やっぱり。ひろゆきさん、演劇を見たりとかします？見るのは好きなんですけど、演技僕大っ嫌いなんですよ。まあ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 。見るの好きなんですか？じゃあ、舞台とか。うん、割と、はい。なんか、人が努力してる感とか。すげえ努力してるのにとちってるとかを見るのが面白いみたいな。感動して涙するとかそういうこともあるんですか？すいません、それはないっす。ない？どこら辺を見てるですか？はい、その演劇の場合は、その、すごい本気でやってるのにとちっちゃってる。でも映画とかドラマってとちったシーンってなくなるから見れないじゃないですか。はい。でも、これだけお客さんがいて、その、一生懸命練習して、舞台の中心で、とちった人っていう、その空気が見れるのって演劇だけじゃないですか。それを見るためにおかなって。ハプニングが好きなんですよ、僕。いや、それでも、まあ、起きない時もありますよね。それを目的に見るんだったら。起きないと、まあ、普通、楽しかったですっていう。ああ、じゃあ、すごい楽しい。ハプニングがあった時に、もうすげえいいもん見れたって、その場に会えてよかったっていう。宝くじを引いたぐらいの。なるほど。それはでもあるのかもしれないです。なんか間違えたりとか、ハプニングが起こった時、お客さんはすごく喜ばれるんですよね。で、上手い人って、そのハプニングをアドリブで結構うまくいなしたりするじゃないですか。そう、それ好きなんですか？で、それが見れると、要はハプニングを起こす恥ずかしい困ってる人と、それを直すめちゃめちゃ賢い優秀なやつっていう、両方が見れるから、おー、すげー、みたいな。そんな人いるんだ。準備して賢い、なんかうまいことをやる人はいるんですけど、そのリアルタイムで起きるべきではないことが起きたときに、その場をうまく丸め込めるっていう能力って、その人間としてはかなり高い能力なんですけど、それ発揮するったり見るかってやっぱあんまないじゃないですか。優秀な人は事故を起こさないようにするんで。そうね。そうです。その通りです。だからそれが見れると、多いもん見た。そうなんだ、はい。なんかちょっと閉じるってことにも、なんか、閉じってもこんな風に見る人いるんだなと思って、はい、なんか安心して閉じれますよ。はい、頑張って閉じてください。多分喜んでるお客さんいると思います。でも、閉じると喜ばれますもんね。はい、ですよね。はい。